3ヶ月前のガチャ動画始まるよ。安定の編集スピード。てかこの注意表記久しぶりに見たわ。懐かしいでしょこれ。ということでまずはかぐやのガチャ。久しぶりの新属性だね。そういえば前回の新属性クリスマスマリサだったな。マジで久しぶりでさ。次の新属性もめっちゃ後に追加されそうだな。この動画が投稿される頃にはかげろうちゃんが新属性として追加されてるよ。てか私新属性霊夢以外持っていないから他キャラの新属性欲しいんですが。じゃあ蹴るの頑張ってね。今石貯めているんです。前回のガチャで大量消費したから。石がほとんどないのか。量も低いしもないし。石がないわけじゃないです。来てくれないだけです。ということでも高早期ガチャ。強めの早期だから確保しときたいね。まあ新属性弱すぎて報酬得れなくてチケット8枚だけど来てくれ。ちゃんとスコア足しろ。そして金色にも光らなくて草。まだ昇格の可能性があるから。友人像さん頼みますよマジで。結局昇格しなかったね。友人像マジ叩き割ってやろうかな。コッパこの2個。わし当たりすぎるだろ。この友人像不良品なんじゃないんすか。と散々な結果だったけどなんか可愛いスワコ来たからガチャしていくぞ。石ないって言っていたけどどれくらい引くの？今回は30連。マジで上振れてきてくれ。運欲の塊。てかスワコって何属性？最強らがいる義属性だよ。だったら義属性最強級のマリサと手持っているんだからますますいらないじゃん。いやキャラでザボイス曲が良すぎて普通に欲しいなって思ったんで。性能以外に引くのも楽しみの一つでしょ？まあそれはそうだね。手に入れるのは別の話だけど。まだ10連。私はまだ20連が残っています。当たるといいね。結果は SR2 枚だけど。まだ最後の10連30連目がある。ここで手に入れさせてください。さあ虹色になったが虹がかかるかは不明。マジで頼む虹をかかってくれ。虹かからなかったら用務で頼む。もしくはその両方の2枚抜き。強力の欲張りセットやめとけ。虹をかかってくれ。さあ結果はどうなる？うおーおーね、珍しく虹がかかった。本当に珍しく虹がかかった気がする。いやーシンプル嬉しい。おめでとう。神様の力を見せつけないとね。私は守谷諏訪子、守谷神社の本当の神様よ。幻想郷がえらいことになってるじゃない。ひょっとして私の手が必要かい？はい必要です。守谷諏訪子獲得おめでとう。うわ今回は育成パック出てきた。フランの時なぜかバグで出てこなかったやつだね。では次に諏訪子の早期カードも引いていくぞ。一突で EX スキルの拡散レーザーが使えるやつだね。そうだから1枚は確保しておきたいんだよね。まあ結果は金色で止まりましたが、さっき諏訪子で意識したし、ここは強気にガチャしていくぞ。さあまずは余った限定チケット3枚で当たるか。そりゃ当たらないっすよね。星3早期3枚。ここからは石で引いていくか。さっき石貯めているって言っていたけどどれくらい引くの？20連くらいで出てくれたら嬉しいなぁと思っています。たった20連で出ると思うのかね。正直無理だと思うけど、現状過去一強そうな早期だからチャレンジだけでもしようかと。手に入るといいね。用務以外で強いやつはここぞって時に神引きしてるし。SR2 枚の時に言われても嬉しくないなそれ。まだ10連残っているでしょ。諦めずに願いは手に入るかもしれないでしょ。それはそうだね。この強いマリサもなんか手に入ったし、お願い聞かせてください。さあ結果はどうなる？うおー虹色に光った。でもまだ虹色に光っただけ。ここからピックアップの諏訪子を手に入れないといけない。しかもさっきピックアップ手に入れたし。 SR0 枚で草。その分ピックアップの諏訪子を聞かせてください。なんか手に入った。これが神引きってやつか。守谷諏訪子だけに。そのウルトラつまんないこと言ったから今後2000連は爆死した方がいいよ。運重すぎない？まあ入手おめでとう。もう普通に引きが強い側だね。最近運が上振れてきている。一生このままでいたい。サムネ回収もしたところでエイリンのガチャ。エイリン。まあさっき神引きした反動で爆死なんすけどね。さりげなく SR4 枚抜きしてるんだよな。そしてエイリンと一緒に来たかぐや早期のガチャ。こっちはちゃんと爆死しました。SR1 枚。爆死の馬よし。なんも良くない。なんか変なタイミングでスイカのガチャ来たんで引いていきます。イベント途中で早期カードが追加されるなんて久しぶりな気がするね。まあ引きたかっただけなんで10連だけしよ。いつも通りの金色止まりだね。親の顔より似た金色友人像。もっと親の顔見ろ。しかも縮小なるし。背面タップがなぜか反応した。来て昇格二次演出弦。おーおー。できれば用務の時に来て欲しかった。強力だなおい。にしても初めて10連でピックアップ手に入れた気がする。なんかあれだね。いい引きした時のトーク力がなくて困っちゃうね。それ最近思っていることだから言うのやめてね。まあスイカゲットおめでとう。ラッキー。この調子で霊撃早期ピックアップ来たから、貫突スキルのためにヌエを狙っていくぞ。完全に調子乗っていて草。運がいい時は攻めるのが大事なんですよ。それはそうだけど金色止まりだと説得力ないよ。こっからさっきみたいに昇格するかもしれないでしょ？昇格なし。調子乗りすぎるものは失敗する。いい例ありがとう。まあなんか気づいたらヌエ貫突してたんで全然いいんですけどね。どういうことだよそれ。録画してなかったか録画消えたのか。二次インクで貫突したんじゃない？すぐ動画出さないで温めている弊害出てますね。でもようやく7月のウリンのガチャだよ。
ようやく7月突入ですか。この撮影日誕生日なんで神引きさせてくれませんか。友人像は SR をプレゼントしたぞ。いらない。あ、枚数は1枚ね。少なすぎはロタ。誕生日くらい意識したい。いや、ここ最近意識しているだろ。まあ誕生日おめでとう。ありがとう。にしてもリンのイベントストーリー面白かったな。ピースイベントの特徴を生かしていてよかったよね。そして次は悟空のガチャ。綺麗伝組が続くねー。さっきまで神引きしてたからか爆死なんですけどね。ガチャあるある。意識した反動でその後は爆死続きがち。わかるー。では水着キャラ第1弾の水着霊戦のガチャしていくぞ。もう寒くなってきている季節だよ。最近はほんと春と秋の期間が短すぎるのが悪い。夏が長くて暑すぎる。ほんとわかる。春と夏の狭間と夏と秋の狭間の気温が好きな私からしたらほんとクソですね。思想強。思想強すぎて虹色になってないやん。まあこの後イベントに出ていた水着ヨウムが来るから正直爆死しても問題ないですね。前回の動画で水着ヨウムの動画今月中に出すとか言っている人がいたな。投稿ペースがバガバで草。お前なんだよな。にしてもまさか水着ヨウムが来るとは思わなかったわ。霊戦の方は先に公式動画で紹介されていたけど、水着ヨウムの情報を隠しているサプライズは驚いたよね。そんな水着ヨウムの動画は多分来月投稿するぞ。と言っておいて12月という冬の時期に出しそう。まあ冬になったらクリスマス早期ヨウムの復刻がきっとあるから、逆に時期がいいよね。冬の時期に夏の水着ガチャするの私たちくらいなんだよな。そうならないようにゆっくりペースで投稿していきますわ。ゆっくり実況だけに。ガハハ。くっそつまんないこと言ったから友人像虹に光らなくなってますよ。虹に光らないことなんていつものことでしょ。まあ君の運がないからだけどね。それにここ1ヶ月そんなにガチャしてないから虹にあったの1ヶ月前だし。スイカ以来虹演出に合っていないのか。だから水着ヨウムではバンバン虹演出と出会っていくぞ。前のヨウムキックアップの時みたいに天井にならないといいね。本当にそれだけは避けて神引きしたいわ。できなそう。ではそろそろ動画を終わっていくよ。最後は余ったチケット3枚で引いているだけです。これはさすがに当たらない。動画の展開的にも。メタ読み。それではご視聴ありがとうございました。次の水着ヨウムの動画で会おうねー。